おはようございます、いちきです。今日はですね、いつも来ている亀山港ですね、こちらの川島プロにご案内していただこうと思います。川島さん、よろしくお願いします。川島駅、川島さんは床屋始めたんでしょ。どう、すごいですよ、世界中の美容師です。本当そうですね、コンタクト、コンタクトさせながら、顔がいつもと違うんで、ちょっと今慣れるまで時間かかってるかもしれないけど、こんな感じで竿は私がお借りしてます。私がね、はい、使ってもらってるんです。やばい、絡んだ。あ、もうそんなキワキワ行くんですね。だからね、テールフックが引っかかっちゃうんだよね。それでスリープマイキーはテールフック外した。なるほど。そうですよね、はい、もうキワキワですね。おいで、トイチトイチ、おー、かわしますね。名前の由来だから。名前の由来ですね。かわしまさんの、かわしますマイキー。なんかすごい出そうですよ。うん。なるほど、それを乗り越える川島行き、かわしましたね。おー、えぐいとこ行った。でもちゃんとかわしてきましたね。なるほど、あー、なるほど、反って、おー、いいですね、反ってるね、でも出てこないですね。はい、うん、岩盤平行で、
盤に竿先持ってって、ベタベタをしてる。ベタベタ。最後八の字かな。あ。来たーって言って、いいですね。そうですね。あの隙間、入ってます？これで出ればいいんですけど、いえいえ。では釣り禁止です。すごいですね。はい。でも水はでもそんな悪くなくないですか。青子はちょっと。されますね。攻めすぎました。ありがとうございます。届かないんで、多分外からだと届かないから。そうですよね、用途が。まあでもこのサイズだからね。いやでもかわいいね。釣れるときはこんなもんです、はい、なるほど、はい、かわいいのがちょっと遊んでくれた。さすがですね。これ口もかわいいけどでも川島駅、ね、川島駅ですね。ちょっと嬉しいからね、このサイズもね。そうですよね。そうなん、嬉しい。あの枝の際、そう、岸際に投げて、はい、こっちの沖の枝に来る手前でも食ってた。おー、下から突っ込んでしたね。あれに沿って巻いてたってことですか、あの太い枝に。いやいやいや、あ、じゃない。太い枝より右側。あ、あの細い枝ですか。そう、細いところ。なんと、見える見えないの水深って結構食ってくるんだけど、はい、このルアーって動きでかいから、うん、やる気あるやつは見つけてくれて引っ張り出せるから、あ、だから表層に巻いてても OK なんだけど。なるほど。あの奥に投げたいですね。そうだ、受ける時が邪魔。いや、まあ多分大丈夫です。いや、もう、あ、まあいいか。釣れそうですか。人が投げて巻いてるの見て、はい、釣れそうなこの巻きとかさ、うん、こっちりとかってやっぱ分かるじゃん。そうですね。それになっちゃってる。なっちゃってる。なんかこの子持ってるね、もともとね。そうなんですよね。そうですか。この子、あら、この子持ってるわ。違うキャラが出てる。ちょっと褒めるとこれだってわざと撮ってるんですよ。わざとネットをかけて。